わかりやすい。鶏の声気になる。鶏ここにいないぞ。確かに鶏すげえうるさいってことだな。なんかいたー、こちらいらっしゃいました。お客さんが一人入ってたみたいペコですね。いらん。あれ、上こんにちは。ん、いないよ。え、いないよ。え、怖っ。バグってんじゃない。え、バグってんじゃない。ほら、あ、いるな。ここ。え、こっからすげえ音するけど。いや、いない、いない、いない。え？え、これぶっ壊れてない？え、ホロ様ぶっ壊れてるって。え、いないよ。おい、この家に怪奇現象起こる。え、ここうるさくね？ここ？かわいそうに、誰にやられた？誰にやられたの？これ誰にやられたんだお前ら！あ、とんでもない生き埋めに合ってるよ、ニワトリちゃんが！あ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、ペコーラが、ちょっと、これマジやったの？え、知ってる？これなんか誰かの配信でやってた？お前偉いね。やめてください、うち鶏屋さんじゃない。卵産むな勝手に。お前は誰これ。小よりちゃん、え、待って、小よりちゃんさ、え、ペコーラ小よりちゃんに恨まれるようなことしてないぞマジで。え、小よりちゃんはこれじゃねえの？これ、このさ、虹スパありがとうって、これ一回取るか。虹スパありがとう、ダイヤご消防でしたら掘ってゲットしてくださいねって、これじゃないの？お気持ちってお気持ちなのでは。後ろを振り返ってください。やろうと思えばいつでも引き金を引けるんですよ。あれ、身の危険を感じます。そのペコーラ、身の危険を。おい、破壊されちまうよペコラタワー。コヨラボキャノコヨラボキャノ、え、これ TNT 入ってんのかな。これで反射できんの？あ、すごい。ちょっと見てみよう距離、おい、距離届いてね。せめてせめて飛距離3にしろや。とんでもねえことしてくれてんな。ペコアラ、ペコアラのタワーにとんでもねえいたずらを仕掛けたやつがいるもんだ。こりゃ先輩の意地を見せなきゃいけないところかな。みんな邪魔じゃん、ペコラタワーの邪魔じゃん。怖かった今一瞬一瞬さすがのおさなペコーラーでもヒヤッとしたわこれ。あ、ダイヤモンドだ。え、優しいよ、なんだかんだいい子じゃん来た、ペコラくん虹スパありがとう。喜んでんのかこいつ。破壊できますよっていうところを力を見せてもいいかもしれねえペコだな。あそこまでコケにされちゃう先輩としてのメンツも立たねえペコだよな。